二代目、坂東彦三郎の志田の小太郎。法暦九年書き一村座の仇内最が稲より、初代清志漫画。初代、鳥居清志漫とは、江戸時代中期の浮世絵師。鳥居派三代目当主。二代目鳥居清志の門人で、次男と言われる。俗称は、米山、亀次、または亀次郎。作画期は遠京から、明和の頃にかけてで、役者へ、美人画を。 また、本、工病師など草造蔵の差し絵、番付絵、芝居看板絵、肉筆が危な絵を描く。鳥居派の伝統的な画法を遵守した。ベニズリエに修作があるが、四色以上の色を用いた、多色の一枚絵も残している。去年五十一、法名は公善院陽道日立つ神事。鳥居は歴代中で、鳥居清広、鳥居清長、鳥居清常、鳥居清秀。 鳥居清久、鳥居清近など最も多くの門人も育てており、鳥居への流星を作った。清万の名は三代続いた。慶和雑種だるま男、初代清万が、天明七年明治元年十一月二十一日、初代鳥居清万の孫、江戸の人、鳥居清長の門弟。通称は、小之助、亀次、別号に、清流剣。署名は、 初代、鳥居吉本。初代没後文化十二年には二代目を相続。草草氏の差し絵、美人画を多く残す。新万時代は、歌舞伎の看板へ番付が多く現存する。鳥居派五代目当主。天保三年十二月十四日、明治二十五年八月十九日二代目の長男。江戸の人。通称は、亀寺、映像。署名を、鳥居製法。 父に習い、明治元年に三代目を相続し鳥居や六代目、家元となる、歌舞伎の看板にへ、番付を描いた。ありがとうございます。